アメリカのトランプ大統領は、連邦最高裁判所の判事に自らが指名したカバノー氏が議会で承認され正式に就任したことについて、この国にとってとてつもない勝利だと称賛し、保守層に成果をアピールしました。トランプ大統領が連邦最高裁判所の新しい判事に指名した保守派の法律家、カバノー氏に関して、議会上院は6日、賛成多数で承認し、カバノー氏は宣誓を行って正式に就任しました。これを受けてトランプ大統領は中西部カンザス州で行った演説で、歴史的な夜だ、この国にとってとてつもない勝利だと述べました。その上で、民主党の恥知らずな個人攻撃のキャンペーンにも負けなかった、民主党は最初から承認を拒否し遅らせ潰そうとしていた、カバノー氏は素晴らしい人物だと述べ、カバノー氏をめぐる過去の性的暴行疑惑を徹底して調査するよう求めた与党、民主党の姿勢は理不尽だったと主張しました。アメリカでは、銃規制や人工妊娠中絶など社会を二分する重要な問題を判断する連邦最高裁の判事は終身制ということもあり、極めて重要な人事で、カバノー氏の就任で最高裁は保守派の判事が過半数を占めることになります。トランプ大統領としては、中間選挙を前にカバノー氏の就任を大きな成果として保守層にアピールしていますが、一方の民主党は、共和党は女性の権利を軽視しているなどと訴えていて、最高裁判事をめぐる対立は中間選挙にも影響